ね、でその後はちょっとこう腰を痛めてほぼ1ヶ月調整をしていたという。さあレフトへ打球が飛んでいきます。レフトバックする、レフトバックする、レフトバックする、すごい高橋、高橋周平、周平、これもいい当たりだ、右中間スタンドに飛び込んだ、2者連続のホームランです。いい当たりだ、見上げた、文句なし、終盤まで持っていきました。で1安打、まあ、まず打ってなんぼというところはあります。その高橋周平、いい角度でボールは上がっている。バットの先っぽはすでに諦めている。ホームラン、もう狙いはストレートでいいですか。バッターは、バッターはもうストレート1本だと思うんですけどね、はい、うまい球をミスショットしないってことが一番大事だと思います。打った、大きい、逆転満塁ホームラン、ワンエンドワンになりました。打ち上げた、高々上がった、もうライトは諦めている、やっと出ました高橋周平。7月31日にも3安打がありましたが、それ以来の猛打賞でした藤井。さあこれは初球だ、伸びていく、松田が登板抜きにまたホームランを打った。これもいったか、どうか、伸びていく、伸びていく、今日2本目のヒットはホームラン、高橋周平、3打数2安打、さあ、猛打賞まで王手となった高橋周平。の裏レフトへ